こんにちは、高森です。僕メーカーで働き始めてから3年半ぐらいが経過したんですけれども、今回は表題の通りですね、特許について語ろうと思います。メーカーで研究開発職を志す人にとっては特許を押さえておくっていうのは非常に重要なことですので、参考にしてくれればであると参考にしていただければと思います。でメーカーで研究開発職をやっていくにあたって、なんで知的財産系の考え方というか、特に特許について考え方を知っておく必要があるのかっていうことなんですけど、簡単に言うと技術開発の方向性を精度よく見積もることができるからですね。メーカーで研究開発をやる場合って、基本的には他社の技術をベンチマークというかねにして、それとは差別化するような技術を起こしていくっていうことが非常に重要になっていくわけですね。なので適切に他社の技術開発の情報とかを仕入れながら、自社のねオリジナルの技術を仕上げていくっていうことが基本のスタンスになるんですけど、その際に非常に重要な情報となるのが、特許なわけですね。他社の特許っていうのは、出願から公開まで1年半程度のラグがあったりで若干時差があったりするんですけれども、自分たちの技術開発をやっていく上で非常に重要な情報になっていて、触りの部分なんですけど、他社がどういう風な技術を開発してるかっていうところがわかるわけですね。なので技術開発に注力する前にですね、他社の技術開発状況とかをですね、特許をベースとして調べておくと、他社こういう技術やってるんだ、じゃあ自分たちはこういう他社と同じような方向に行っててもしょうがないなっていうところで、検討をやる前に方向性をね修正できたりですとか、または他社の特許に被らない技術領域をしっかりと確立しておくっていうことも非常に重要なんですね。そういう意味でですね、言葉で言うと簡単なんですけれども、研究開発職を志すにあたって結構重要だよなと思うのが、特許に対する考え方を学んでおくっていう感じですね。僕自身ですね、メーカーで研究開発っぽいことやりたいなとかぼんやり思ってたんですけれども、やっぱなかなかね、実務に入る前は特許に関する意識ってほぼゼロだったわけですね。実際なんか他社の特許を調べたりっていう思想というか考え方なかったですし、なんかこう新しいもの作ればいいんじゃねみたいなノリで技術開発やろうとしてたんで、これはちょっと良くなかったなと思ってる次第ですね。で、特許の考え方というかですね、特許情報を踏まえた上で技術開発の方向性を決めていくって、いろいろ考え方があるんですけれども、大枠、2点意識しておけばいいかなと思いますね。特許性があるってどういうことかっていうと、すっごい雑に言うと、技術に対して新規性と進歩性があることの2要件が大事なんですね。大枠最初の数年ぐらいはその新規性と進歩性っていうところを意識しながら技術開発するっていう姿勢を身につけておけば、十二分なんじゃないかなと思いますね。特許におけるですね、新規性と進歩性っていうのもなかなか考え方が難しくてですね、とにもかくにもですね、メーカーで研究開発職をやりたいってなった場合、もちろん一つの軸として自分の技術に対する専門性っていうところを高めておくっていうことは重要なんですけれども、それ以外のね付随する軸っていうものを持っておいた方がいいよっていう話で、今日は一つ特許っていうところを挙げてみました。研究開発職って言ってもずっとこうなんか謎解きをしてればいいっていうわけではなくて、少しね事業側の視点みたいなものを持った上で研究開発の方向性というか、舵取りしていくといいんじゃないかなと思いますね。やっぱここ入社数年くらいで特許を意識して技術開発やれる人材ってなかなかいないと個人的には思うんですね。なんで、なんか研究開発の提案とかするときに他社の特許を調べてみた感じ、これこれこうなんで、うちではこういう方向性でやるのがいいんじゃないですかみたいな提案ができると、お、なんだこいつやるやんみたいな感じになったりしてですね、好ましいかもしれないですね。特許についてはですね、僕もちょっと勉強中で、面倒を見てくれる人にトンチンカンなことを言ったりして、山森くんちょっと勉強しようねみたいな感じになったりもしなくもないんで、一緒に勉強していければなというところですね。頑張っていきましょう。